はい、皆さんこんにちは。今日はですね、2023年7月8日土曜日なんですけども、昨日2023年7月7日金曜日にですね、久しぶりにですね、ワクワクするような数学系のニュースが流れました。で、それはですね、数学に関する記者会見が行われるということで、YouTube にも動画が上がっていましたので、その動画を見ました。で、いい意味で本当にね、驚くべき動画で、そしてですね、ワクワクし興奮したので、このような動画を撮っております。タイトルはですね、宇宙際対比ミラー理論、略称 IUT 理論ですね。 IUT 理論の真偽をはっきりさせたら 1.4 億円がもらえるよと。 IUT 理論に関する驚くべき会見について感想を述べるということで、お送りいたします。まあ、この動画を見てくださっている数学好きの方はですね、昨日ね、どんなニュースがあったかということはご存知だと思うんですけれども、このね、私の動画を見てくださる人の中で数学あまり興味ないなっていう人で、まあ、昨日どんな数学的な事件が起きたのっていうふうにね、思われる方もいると思うので、簡単に説明させていただきます。まあね、禅大学っていうね、オンラインで、学べる大学ができたそうです。で、作ったこの禅大学を作った、企業はですね、ドワンゴっていうね、会社なんですけれども、ドワンゴはニコニコ動画を作った会社といえばね、あの会社ね、というか、あのニコニコ動画を作った会社なんだということで納得できるかなというふうに思います。で、この禅大学、オンライン主体の禅大学がですね、研究機関を作った、今年の6月6日に発足したんですけれども、宇宙再起科学センター IUGC というものをね、作ったそうなんですね。まあ、この、ね、宇宙際対比ミラー理論 IUT に似てるなと思われるかもしれないですけど、それは、ね、当然なんですよ。この宇宙際企画センター IUGC というのはですね、 IUT の宇宙際対比ミラー理論の第2の研究機関ですね。世界における2番目の研究センターだということなんですね。で、まあ、1番目はですね、この IUT 理論を作った望月慎一さんがいる京都大学数理解析研究所、通称 RIMS なんですけれども、 RIMS についてこの IUGC というのが、発足したということですね。で、この宇宙際企画センター IUGC による発表が昨日行われました。どんな発表が行われたのかということだけ先に伝えておきましょう。はい、宇宙際対比ミュラー理論に関する研究機関なわけなんで、昨日の記者会見においては IUT に関する賞を、作るということで、賞を、ね、発表というか賞を作るということを発表しました。2つの賞を作るということですね。1つ目がですね、 IUT イノベータープライズ、IUT 理論に貢献した人、つまり IUT に貢献した論文を書いた人に2万ドルから10万ドルの賞金を、与えますよということですね。でも2つ目ですね、もう1つ、これが驚くべき、もので、 IUT チャレンジャープライズということで、 IUT 理論について本質的な欠陥を示せたら100万ドルをあげましょうということで、 IUT 理論に貢献した人たちより10倍、時には10倍以上も多くの、賞金が出ちゃう。100万ドルっていうのはどれぐらいか、今のレートで言うならば 1.4 億円もらえちゃうということですね。まあ、なんでこんなね、賞をね、発表したのか。で、その賞を見て、なんで私が驚いたというか、まあ、ワクワクしたのかということをね、これからお話していきますね。で、宇宙際対比ミュラー理論は2012年に、京都大学数理解析研究所の望月慎一さんがまずプレプリントの形で発表しました。これ何が大きな話題になったかっていうとですね、数学における未解決問題 ABC 予想を解決しちゃうと、その解決するために IUT 理論というものを、作ったよということなんですね。で、まあ、プレプリントの形、つまりだから査読付きの論文に載ったというんじゃなくて、まあ、もうインターネット上にいち早くもう世界中にオープンしたわけですね。で、だから世界中の数学者もですね、この ABC 予想を解決したということで大いにね、期待し、まあ、その論文を読んだんですけども、ですが、この IUT 理論について書かれていた論文がですね、すごく難しくてですね、で、いや、難しいどころじゃなくてですね、まあ、数学の世界において共通に使われている言語ではない言語で書かれていたらしいですね。つまりこの、ね、ABC 予想を解決するためには今までの既存の数学じゃダメで、全く別の数学を作り
直してです、新たに作り上げてですね、望月新一さんが作り上げて、でそれを説明する言語も、数学言語も全くその今までとは違う数学言語を作ったということでですね、まあ超一流の数学者でもその望月理論ね、IUT 理論を理解するためにはその言語を一から学ばなくちゃいけないということで、大変、非常に大変、理解しようと思うだけでも何年もかかっちゃう、何千ページもの論文を読み、何年もかかってしまうということで、なかなかこの IUT 理論手出せない。でそれだけじゃなくてですね、このペーター・ショルツェという人がいるんですけども、これはですね、若くして数学のノーベル賞といわれるフィールズ賞を受賞した、まあ、天才数学者なんですけども、この人がですね、この IUT 理論には欠陥があるってことを言い出したわけですね。だからこの理論を 理解するのが難しいとか、そういうことじゃなくて、この理論の中に矛盾というかですね、欠陥が入り込んでいると。つまり、だから欠陥が入り込んじゃったら、もう理論としてお釈迦なわけなんで、ABC 予想は解決、まだ解決されてないっていうふうに主張してるわけですね。で、このペーター・ショルツェさんたち一行と、まあ、望月さんたちのこの京都大学数理解析研究所のグループが、まあ、話し合いをね、この京都大学数理解析研究所で行われたんですけども、でもやっぱり物別れして、結局なんか、お互いに、なんか悪口言い合うじゃないけれども、まあ、そんな例えで言うならそんな感じになっちゃっていて、で結局はですね、 IUT 理論で ABC 予想を解決した。でもちろんその2021年にその論文ね、査読付き論文、審査員がいて、その審査員がこの論文は間違いないですというふうな OK も出て、しっかりと、ね、査読付き、な論文として発表されたわけですけど、雑誌にね、掲載されたわけですけど、それもちょっとね、難癖ついたわけですね。というのもですね、京都大学数理解析研究所が、リムスが出している雑誌に、ね、掲載するということ。だから仲間内で審査やっちゃってんじゃないか。で、望月新一さんもその雑誌の編集長なんです、もともとはね。でまあ、リムス側としては望月さんは外してちゃんと他のメンバーで精査するよと。で結局7年半かかった。7年半かかるのも異例らしいんですけど、7年半かけて、望月新一さんのこの IUT 理論はですね、間違いないということで、欠陥がないよということを、まあ、リムス側としては、ね、そういうの発表して、その雑誌に、リムスの発行する雑誌に載っけたと。でも世界の他の、ね、国の、ね、数学者はそうは言ってるけど、全然問題は解決してない。だからこのペーター・ショルツェを中心とした、グループたちはですね、IUT 理論は相変わらずの欠陥を持ったまま、内蔵したままだ。だから ABC 予想は京都では解決したって言ってるけど、その他以外は未だに ABC 予想なんだっていうね、ことが言われたりとかしてるらしいんですね。で私みたいな数学好きはですね、一体どっちが本当なんだろうと思うわけですね。望月さんね、もちろんその IUT 理論で ABC 予想をね、解決したら嬉しいけれども、でも世界の、名だたるこういうような人がですね、欠陥があるんだ、いまだに欠陥あるよっていうことを主張していて、日本人の中でも名前わかんないですけども、まあ、匿名でなんかホームページ作ってるなんか相当数学に詳しい人でも、やっぱり望月新一さんのこの IUT 理論は間違ってるし、世界ではこの IUT 理論に関してね、こんな風に言ってる、まあいい意味じゃなくてですね、なんかいい意味っていうか悪い言い方でですね、この IUT 理論っていうのはもうなんかとんでも理論なんだとかね、いう人もいるし、もう全然解決、 ABC 予想解決されたことになってないなんていうような、ことを伝える、ホームページがあったりとかしてね、一体どっちなんだろうっていうことがもう気になっちゃうわけですね。でそんな時にですね、この記者会見があったわけですね。つまり IoT 量について本質的な欠陥を示せたら100万ドルをあげますよと。これドワンゴの創業者川上信夫さんのポケットマネーによる、賞金だそうですね。だからこのIUT チャレンジャープライズっていうのは、この IUGC とは関係ないっていうことに一応するそうですね。だからまあね、IUT の研究機関である宇宙際機科学センターがですね、IUT 理論について本質的な欠陥、ね、間違ってるところを見つけたら100万ドルあげるよなんていうことを言ったら、やっぱ対外的にまずいと。
だからこの賞に関しては川上信夫さんのポケットマネーで、IUGC とは無関係に、一応無関係に、出します。でこれ結局どういうことなのか、川上さんがどういう気持ちでそういうこういうような賞を作ったかっていうとですね、まあちょっと、一旦話は飛びますけれども、このまあ3人の中で一番だから私がですね、その共鳴できるのはこの川上信夫さんですね。まあ、加藤文晴さんはですね、こういう本を出していて、宇宙と宇宙をつなぐ数学 IUT 理論の衝撃、ABC 予想に挑む。この加藤文晴さんはですね、まあだから IUT 理論を当初からですね、みんなに啓蒙しようとして、ね、頑張ってくれてた人で、私もこの本というか、まあ、この本が出るちょっと前にですね、加藤さんがですね IUT 理論に解説する、IUT 理論を解説している動画を見て初めてこの加藤さんを認識したわけですけども、現在この本の文庫本が出ていまして、さらに新しい内容が追加されているので、興味ある方はですね文庫本の方を買われるといいかなというふうに思いますね。でイヴァン・フェセンコ氏っていうのはですね、もうその2012年の当初からですね、IUT 理論に共鳴し、学んで、アシストっていうかですね、一緒に論文を書いたりしてるんですけれども、まあ、このイヴァン・フェセンコ氏曰く、IUT 理論を理解するためには3年かかったっていうふうにね、動画の中で言ってましたけれども、まあ、別の、IUGC の発足の動画で言ってましたけれども、だから超一流の数学者でさえもですね、この IUT 理論を理解しようと思ったら3年ぐらい買っちゃうと。だから非常に難解な、全く新しい、数学言語で作られた理論だということなんですね。でこのドワンゴ創業者加賀美信夫さんはですね、この方は数学に興味があるんですね。で、だからこの IUGC センター IUGC という研究機関を作るのも、だから川上さんがこの加藤さんとかにね声をかけて作るからどうだいっていうふうに言ったんでしょうね。加藤文晴さんがですね2年ぐらい前から突然そのね、所属している東京工業大学を辞めますっていうことをツイッターで発表した時にはですね、っていうふうにね一瞬驚いたわけですね。まだだから定年までもうちょっとあるはずなんでね、で、驚いたんですけど、まあこういうことがね決まってたんでしょうね。だから、ね、宇宙再起科学センター IUGC の所長になると、川上さんがですねヘッドハンティングしたわけですね。まあ、この本でも書かれてましたけれども、この、加藤文晴さんって人はですね、望月慎一さんとですね京都大学でですね、7年ぐらいね、そのIUT 理論ができる直前の1年前ぐらいまで一緒にそのマンツーマンでセミナーをしていたらしいんですね。主にだからこの望月さんのこの IUT の理論について語るのを、加藤さんが聞いていろんな、ね、質問を投げかけたりとか、そういう感じのセミナーをですね7年間もね、やっていたということなんで、精通してるはずなんですよね、この加藤さんがね。加藤文晴さんは IUT 理論でね。でなんで川上さんそんなことやるのかって、このね IUGC センターを作ったり、ね、まあ、全大学を作るっていうのはまあドワンゴなんで川上さんの一存ではないのかもしれないけど、この IUGC センターを作るっていうねのはもう川上信夫さんの一存で決めたんだろうなというふうに思うわけですけど、川上さんはですね数学好きなんですね。数学好きで今でも数学を家庭教師について勉強している。NHK のプロフェッショナルだったかな、その川上信夫さんがですね特集されててですね、川上さんがですね数学の勉強、家庭教師について勉強しているシーンがですねテレビに映ってまして、ゼータ関数に関して勉強してましたね。で、ですね、驚いたのはですね、その家庭教師について勉強してるんだ、ついてんだけども、その、家庭教師と一緒に勉強してる内容をさらに深く理解するために、また別の家庭教師にもついてる。ということで、家庭教師何段か構えで、数学を勉強してるっていうことが、もう川上さんのその数学に寄せる思いっていうのはね、相当なものなんですよ。だから数学不安でもあるわけですね。で、その数学不安である川上さんがですね、なんでこんな賞を作ったのかまさしくわかるわけですね。だからね、ど素人のね、私たちはですね、ABC 予想を本当に解決できたのか、IUT 理論が正しいのかどうか。で、一方は正しいって言ってるのに、一方は全然正しくない、全然正しくないっていうか、まあ、欠陥を内蔵してるんだよっていうことを主張していて、それがずっと平行線になってるんですよね。で、そのね、この現状をどうにかしたい。で、川上さんはお金があるわけですよ。だから、一肌脱ごうっていうふうに言ったわけですね。
だからもしくね、このペーター・ショルツで今だからもう沈静化して平行線のままなんですね。だから、このねペーター・ショルツさんをはじめとする、ね、IoT 理論に欠陥があるとね唱えてる人に鼻先に人参をバーンと1億円、100万ドルぶら下げてですね、本当に間違ってんだったらもう徹底的にそのやってくれというふうなことを言ってるわけです。だから川上さんは知りたいんですよ、本当どっちが正しいのかっていうことを真に。このままだと本当に平行線で、加藤さんはですね、もう当初からその望月慎一さんと一緒にマンツーマンで、IoT 理論をのねできていく過程を一緒にセミナーでやって知ってるわけだから、精通してるわけだから、IoT 理論はまあ正しいというふうに、自分ね加藤さん自身はもう信じてる、信念としてね思ってるんだろうし、まあイヴァン・フェセンコさんもね、当然そうなんだけれども、でもそうは言っても世界の超有名天才数学者は間違ってるっつってね、この現状をどうにかしたいっていうことのためにこれを作ったわけ。だから要はですね、これまあね、だから話題になるためにこういうふうに言ってるわけですけども、ね、IoT に、IoT 理論に関してですね、に関して、IoT 理論に、ね、白黒完全決着つけてくれたらば、100万ドルと。いうふうなことも言ってましたね。だから別にあの正しいってことを完璧に、ですね、立証してくれたらその人にも100万ドルあげるよっていうことですね。だから正しいのか正しくないのか、だから私たち素人はわからないんですよ、本当に正しいのか。一方で正しくないっていうことを主張している人もいるわけですからね。だからそういう意味で、なんていうかな、例えるならば、あの那須川天心っていうね、そのキック系の、天才がいると、もう一人はタケルっていうねその天才がいて、団体が違うから戦えないっていうのはまあ大人の事情じゃないですか。だけどもここはやっぱりみんな不安はどっちが強いのか知りたいということで、もうこれはもう団体の垣根をかけて超えて戦うしかないと、それがね、不安が望んでいるんだということで、そういうね戦いがね、実現したのと同じようなことを川上信夫さんが自分で一肌脱いでやってしまったっていうことですね。だからまあ、昨日のその記者会見におけるその興奮とかワクワクっていうのは、新たな数学的な発見に関しての、ワクワクとかではないんだけれども、でもね、こういうことに、だからそのね、2人のビッグスターを対決させるっていうのと同じような、喜びをね、そういうことにね、川上さんがやってくれたっていうことになんか感動したっていうかですね、驚きとその感動とワクワクを与えてくれたということで、川上信夫さんにね非常に感謝したい。だから世のお金持ちたちはですね、ぜひね、ただ自分でお金を貯め込むだけじゃなくてですね、こういうその、社会貢献になりますよ、そのお金持ちたちの興味がある分野でいいのでですね、私たちね一般人をね楽しませるようなね、ことをやってほしいですね。その、どっちが正しいんだってことを知りたい、真に知りたいわけですよね。そのために一肌脱いでくれた川上信夫さん、全くもって素晴らしい。いや、動画の方ね、その昨日の記者会見の動画の方を概要欄に貼っておきますので、ぜひ見ていただけたらなというふうに思います。なんかさっき見たら視聴回数がまだね、450いくつかだったんで、YouTube 内では全然見られてない。まあ、ニコニコ動画では結構見られてるのかもしれないけど、YouTube 動画では見られてないのかもしれないですね。いや、本当に1時間ね、ちょいあっという間に過ぎて、興味深い動画だったんで、まあ、数学好きな人、まあ、もしくは今ね、私の動画見て興味持ってくれた人、ぜひ見ていただけたらなというふうに思います。はい、今日も見ていただきましてありがとうございました。